秋篠宮ご夫妻の長男、久人さまは今日う、14歳の誕生日を迎えられました。中学2年生になった久人さまは、新型コロナウイルスの影響で学校が2月から休校になり、オンラインの授業も経験しましたが、登校が始まってからは元気に通われているということです。先月には秋篠宮さまから一眼レフカメラで自然や生き物を撮影するテクニックを習われました。 悠仁さまは生き物に高い関心を持たれていて去年10月にはトンボの観察や採集をもとに書いた作文、トンボと私が全国小中学校作文コンクールで佳作に入賞しています。